はいどうもケマイです。今回なんですけど、俺が絶賛し続けてるゴーストオブツシマのメタスコア、こちらの10点満点のレビューと0点のレビューを見ていこうかと思います。低評価をしている人と高評価をしている人の差っていうのは一体どこにあるんだろうっていうのが、まあ、見えてくるんじゃないかと思ってやってみたいと思います。で、まあ、前提としてメタスコアが83点でユーザースコアが 9.2 点っていうことなんで、かなり高めの評価なんですよね、全体的に。なので、0点をつけてる人っていうのは、まあ、かなり少数派になっているっていうところは一応ご認識ください。じゃあ早速行ってみましょう。じゃあまずは気になる低評価の方から行ってみましょうかね。一応これ低評価のレビュー一覧なんだけど、ラスアースの時みたいにもう0点ばっかりってことはないね。低評価だけで絞っても、まあ4点とか2点とかまあ3点とか、まあそんな感じで0点をつけてる人っていうのはそこまで多くはない印象。じゃあ一つ目、こちらのレビュー拾っていきます。深いステルスメカニックスに期待していたのですが、残念ながらこのゲームのステルスは本当に基本的なもので壊れています。敵の AI が頭悪いです。なるほどね、まあ、正直それだけで0点つけんのって思うところはあるんだけど、まあでも言いたいことはわかるかな。なんかね、俺ずっと前から思ってることがあるんだけど、この今のステルスアクションってすごいね、こうもう頭打ちになっちゃってるんじゃないかなって思うんだよね。かっこよさとか、この視覚的に美しいとかかっこいいっていうのを感じさせることはできるんだけど、システム面で言うとすごいなんか結構昔のメタルギアシリーズから変わってないよねっていうのは俺も感じていて、根本的にやってることは変わんないから。でもステルスってそういうもんじゃん。だからステルスアクションのステルスっていう部分にこうすごく期待しながらゲームを買うと、大体いつもああこんなもんかって思ってしまう気持ちはわかるんだよね。なんかハードルが上がりすぎちゃうっていうか。ただね、だからこそ俺このゲームクロードスタイルと武士スタイルが両方あって、どっち使ってもいいよっていう風になってて、すごいバランスよくできてるなっていう風に思ったんですよ。だからいいなって思ってはいた。ただね、敵の AI が頭悪すぎるっていうのは本当に同意。こいつら目悪いなっていう。それもあってステルスがちょっと緊張感なくなってるっていうのは確かにあるね。じゃあ次これいきましょう。ゲームは素晴らしいように見えますが、新しいものは何も追加されていません。全体的に退屈なストーリーで、このゲームには非常に失望しました。ああそうなんだ、やっぱ新しいものが何もないって思う人もいるんだね。俺結構挑戦的だし、結構成功してるなっていう風に思ったのは、やっぱ風による道案内システムはかなり すごいなと思ったね。ちゃんとたどり着けるしね。ただそう思う人もいるんだね、やっぱりね。で、全体的に退屈なストーリーっていうのは、やっぱ俺らってさ、やっぱ日本人だから、ある意味当事者意識が少なからずあると思うんだよね、やっぱり。だから、ここのストーリーに関しては、俺はちょっと何も言えないなと思ってて、やっぱ海外の、その日本に特に興味がない人たちからすると、このゲームってどういう風に見えるんだろうなっていうのは、すごく気になっていたところ。もちろんさ、日本が好きっていう海外の人ってやっぱいっぱいいるじゃん。侍が好きとかさ、忍者が好きとか結構聞くじゃん。たださ、全然そうでもない、もう日本って別にその中国と何が違うのみたいな思ってる外人の人がやっぱいっぱいいて、そういう人たちにとってどういう風にこのストーリーと世界観を感じるのかっていうのは、多分俺らと全然違う風に思ってると思うんだ。なので俺がここに関してどうこう言うのは間違ってるかなって思うんで、まあ、そういう風に思ってる人もやっぱいるんだなっていう風に思っときます。じゃあ次、これ綺麗に見えますが何も覚えられない。ひどい吹き替えとステルスメカニックは笑えます。繰り返しのクエストはすぐに退屈になるし、ゲームの世界は空っぽに感じるようになります。要するに、あなたのお金を節約してこのゲームは買わないでください。まあ、こうレビューをバーって見てるとね、やっぱりね、このステルスの部分、さっきも話したけど、そこに関して言ってる人がかなり多いね。ステルスの部分はさっき話したから特に何も言わないんだけど、今回新しく出てきた話として、吹き替えっていう部分、我々日本人からするとさ、やっぱりその世界観に対してバッチリハマってる言葉遣いだったり、そういう雰囲気だったと思うんだけど、海外の人がプレイしていて、でそれに吹き替えがついてるとどんな感じになってるのかっていうのは全然印象違うと思うんだよね。しかもその時代に合った言葉遣いっていうのはあるわけで、ちゃんとそこが吹き替えの部分で表現されているのかされていないのかっていうのも違うと思うし、でそれがなんだろうな、ちゃんと表現されていたらいたで違和感が出ちゃってるんじゃないかとか、多分いろいろあると思うんだ。だからここら辺の差っていうのはやっぱり日本人がプレイするのと海外勢がプレイするので
感覚はかなり変わってくるんだろうなっていうふうには思います。いやでもね、まあ、一つ言いたいのが、さすがに0点は言い過ぎなんじゃないかと。さすがに0点ってことは、ないんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、はい、じゃあ次はその逆のね10点の方のパターン見てみましょう。はい、じゃあ高評価の方のレビューに来たんですけど、かなり並んでるね。すごい並んでるね、10点。まあ、全体的にはあの高評価はされてる方の方が多いんで、まあ当たり前なんだけど、それにしてもすごい並んでるなっていう印象です。じゃあいくつかピックアップしていきます。まずはこれから、このゲームは純粋に素晴らしいです。楽しい戦闘、探索する価値のある広大なマップ、サイドミッション、メインミッション、グラフィックは美しく、風のトラッキング機構は素晴らしいタッチです。もっと詳しく説明したいが、その必要はないと思う。このゲームをプレイしてみてください。これあれだね、0点のコメントに対して俺がコメントするのはすごく簡単なんだけど、このいい評価に対してコメントするの意外と難しいなって思ってる今。とりあえず風によるトラッキング機能がちゃんと評価されてるっていうのはすごくいいなと思いました。まあ、ちょっと小話をすると、この風によるトラッキング機能すごく俺不安だったんだよね。あの発売前の動画でこういうシステムになってますっていう動画を見た時に、俺すごい方向音痴だから、あの本当にたどり着けるのかな、迷子になるんじゃないかなってすげえ不安だったんだけど、ちゃんと本当に分かりやすくできてて、あのちゃんと本当に風の方向に行ったら、あの行きたいところに行くっていう、もうすごいなとやってて俺は思いました本当に。次これ行きましょう。このゲームはゴージャス、マジでゴージャスです。ストーリーは今のところ驚異的で、ゲームプレイは地獄のように楽しい。評論家はなぜこのような低いスコアを与えているのだろうか。それは古代日本で書かれているトランスキャラクターがないからだろうか。もしあなたが美徳や政治を無視してゲームを楽しむゲーマーならば、それは理にかなっている。このゲームはあなたのものです。これめちゃくちゃいいこと言ってるよ。特に後半、もしあなたが美徳や政治を無視してこのゲームを楽しむゲーマーならば、それは理にかなっている。まあ、最近本当にあの政治色の強いゲームとか、あとポリコレに反してるこう反した部分があるゲームとかって結構叩かれがちなんだけど、まあ、そういうの無視してあのゲームをちゃんとゲームとして楽しむゲーマーならば、あこのゲームは理にかなってるよっていうことを言いたいなと思うんだけど、確かになと。まあ、実際このゲームも人種差別的な意味で叩いてる人っていうのは、まあ、少なからず存在しているっていう現状なので、まあ、そういうのを無視して楽しめる人だったら楽しめますよっていうのは、まあ、至極、真っ当な評価かなっていうふうに個人的には思ってます。いや次これ、俺とね同じこと言ってるやつがいて、すごいちょっと共感したんだけど、はい、じゃあいきます。このゲームは美しいです。ストーリーは素晴らしいです。戦闘は特にハードの難易度で素晴らしいです。ハードの難易度でゲームをプレイしてください。いや今のところの今年のゲームオブザイヤーです。ごめんなさい FF7R。 俺もこのゲーム出るまでは FF7R がやっぱゲームオブザイヤーなんじゃないかなってちょっと思ってたんだけど、ちょっと塗り替えられたっていう点で、あのちょっと同じ感性してますねこの方とは。でこの人が前半部分で言ってる通り、ノーマルモードだと結構無双状態になっちゃうんだけど、ハードでプレイするとちょうどいい難易度になるような感じが俺もしています。なので手応えを感じてプレイしたい人は最初からハードとかでプレイしてもいいんじゃないかなって思える、そんなゲームですね。もしくは2周目ぜひハードモードで最初からプレイしてみてほしいです。じゃあもう一個ぐらいいけるかな。最後、シンプルなやつなんだけど、これいきましょう。他のゲームと違って反復的なゲーム性を感じないし、20時間以上プレイしても飽きない。プレイステーション4の時代を締めくくりには最高のゲームだと思う。すげえかっこいい言い回しだね。プレイステーション4の時代を締めくくるには最高のゲームだと思う。俺もそう思っていた。俺もこの PS4 末期のこの時にまさかねこんなすごいタイトルが出てくるとは思わなかったから、ちょっと感動してます。あと結構このゲームのレビュー周りで反復性を感じないっていうことをねよく聞くんだけど、でもね俺的にはやってることは結構反復的なんじゃないかなっていうふうには思ってるんだけど、ただ本当にそれを感じさせないっていうか、やっぱ戦闘が楽しいから別にいいやっていう感じにあのなってるんだよね俺の感覚的にはね。だからやっぱりゲームってコアの部分がいかに面白いかっていうところがやっぱ何よりも大事なんじゃないかなっていうふうに、このゲームやりながら思ってました。はい、というわけでゴーストオブツシマの0点のレビューと10点満点のレビュー、どっちも見ていったんですけど、皆さんどうでしたかね。
まあ、満点をつけてる人に関してはもう言わずもがななんだけど、まあ、低評価をしている人からするとやっぱステルスの部分の甘さっていうところと、あと AI の頭の悪さ、そしてやっぱストーリーがやっぱり受け入れられないっていう人がまあ結構いるんじゃないかなっていうふうに思いました。でそういうのってやっぱり日本人の我々からする感覚と海外の人たちが思う感覚っていうのはちょっと違うから、まあちょっと何とも言えないなっていう部分は多々あったっていう感じですね。はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。最後になりますが、こんな感じでゲームに関する攻略とかレビューとか考察とかいろいろやったりしてるんで、ゲームに関する情報いろいろ出してるんで、ぜひ、ゲーマーの方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。英語なんだけど、この今回使ったメタクリティックっていうサイト概要欄に貼っておくんで、ぜひみんなも海外勢のレビュー見てみてはいかがでしょうか。ではまた。